はい、こんにちは、こんばんは。どうも、岡原というものになります。あれ、改まっちゃったな。なんか岡原というものになります、どういうことやねんっていうことで、ですね、はい、こんにちは、こんばんは、どうも岡原でございます。今回もコールオブデューティブラックオプス3をやっていくわけなんですが、チームデスマッチとは、いきなりこんなことを聞いちゃうのもなんなんですが、チームということで団体行動ですよね、チームってことは。ってことでですね、今回はですね、一人行動せずに絶対に味方さんの誰かについていくみたいな感じでね、やっていきたいと思います。さあ早速やっていく。お、倒した。さあ味方のね、ケツについていこうということなんですけどね、2階にいますね。さあこの人にまずついていきましょうか。なんかついていくことで精一杯でね、あーやられちゃった、敵を取ってくれ、ナイス。あ、一緒に生まれましたね。ダメだな、味方の後ろじゃなくて味方のそばに行くってことを意識する。でいっか、それで行こう。いるね。さあ倒せるか。そこにいるのは分かっているぞ。なんか早速味方から離れていないね。大丈夫だね、いるね、味方と一緒にね。いるんですよ、そっち側に。さあ来ると信じる。コンカッチョンが投げられていくんですが、弾が17発なんですよね、これ。ずっと待ち、早速味方から離れている岡原なんでございますが、さあ味方が来てくれたからいいでしょう。後ろから来ると思うんですが、これ早速ガン無視してやってますもんね、これ。はい、来い、はい、ドン。来ないスタイル、なんかもう袋のネズミ感がすごいんですけど。これいるね、後ろからも撃たれると信じてはいけない、そんなこと。さあ味方とね合流しまして、さあこのロボット君の後ろにねついていきたいと思うんですが、倒してくれた、よし、ナイス。横から撃たれているぞ、これはもうね、しっかりとがめていきたいところ。おーっと、そっちからも来ているぞ、味方。大丈夫か。さあ味方の後ろについていかなければ。大丈夫か、この人、新平さんかな。サブアカだったらごめんね。いるぞ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 、よーし、守ったぞ、君を守ってあげた、守ってあげたぞ、守ってあげたってなんだ。いるねいるね、よーし、勝った。あー、やられちゃった、新平くん。横から、おっと、そっちから撃っていくスタイル、カット。おなんか倒したぞ。おっと、これはきつい。味方の方に戻ろうとした瞬間に結構なんか押し込まれてるね、これ。いけないね。お、味方なんか結構固まってる、つまり団体行動を意識してるってことかな。これとチームデスマッチ、素晴らしい。そういうわけじゃないんですよね、これ。やられちゃう、僕やられちゃうよ。しまよった挙句セルフキル。何なんだこのセルフキルは。さあいるね、バースト中だぞあれ。あー、きついね。結構リス押し込まれてるじゃん、こっち固められてるじゃん、ダメだよ。放送外ではありますけどね、僕も結構リス押し込んでたんですよね、あのさっきの試合とかで。結構押し込んでね、怒涛の11連キルとかやってね、30キルいったんですけどね。カット、オーケー、撃墜しますよ、撃墜王ですよ。さあこの人についていきましょうか。全然なんかねついてってる感じじゃない。あ、そっち行くのね。あーっと、これはやられていく。さあ敵を取るのじゃ、わしの。さあこの新平くんのね後ろについていきましょうかね。すごい跳ね方したな、なんだ今のボール。ちょっと待てよ、これ相手にやられっぱだな。味方についていくとかそんな意識したらあかんな。さあどうだ、完全にね無視してるよねこれ。さあ美味しいね。さあ味方についていく、かっこ味方を肉の壁にするってことでいいのかな、これ。おとりにする。さあって男、おこぼれちょうだいって感じでね、味方のね死角を見ていきたいところを、さあしっかりとね、しっかりと味方についていって、さあ味方がねライン上げたからね、いいですね、素晴らしい活躍、素晴らしいですね。こっちから来ないの、一人ぐらいは来ると思うんですよこれ。あれ、さあカットしていく、こっちから、こっちからカットしていく、後ろ来ている、いいですね、お気に入りだな。さっきのこの人かな、わかんない。グレポン持ってるね、ウォーマシンお姉ちゃんがね結構お気に入りなんですよね。カットされていく、カットしていく、いいね、素晴らしい。あ、この人ですね、この人なかなかお気に入りですね僕。おーっと、お気に入りとか言ってる場合じゃない、しっかり働け。さあ一緒に生まれましたね、おはようございますということで、ね、一緒に共にね頑張っていきましょう。さあ私のために働くのじゃ、頑張れ頑張れ、行くんだ。カットしていこう、OK。
これ左から来ると思うんですけどね、団体行動しっかりねやっていきたいんでね、ついていきましょう。こっちから僕はこっちから見ましょう。いるんじゃないか、いるね、いるね。おい、ということでカット、もう一人、もう一人カットしたい。さあ来るぞ、わあ来るぞ、そっち来るぞ。さあ敵さんが一人セルフキリしたところで、さあ UAV はね、これはもういつも通りしっかり落としたいところ。敵の UAV の通知があるかどうかというところでね、しっかりキルしていきたい。何を言ってるんだ、もう。おーっと味方上だ上にいるぞ。日本語ぐっちゃぐちゃな岡原でございますが、さあしっかりとね味方について、君が、おっちょっと待てよ、ちょっと待てよ、何をしているんだ、やばいぞ。さあ敵はね多分ねこっちいるんでね、生まれてますね、やっぱりそうですよね。さてと、敵討ちじゃ、敵討ちじゃ、よーし、やられたね、1人やられたね。遮蔽物に隠れて、ナイス味方、いいね、しっかりとねチームプレーですよこれぞ。さあ来るが、どっちか、ゴーゴンの音が聞こえるね、上から来るんじゃないか。しっかりとカバーしていく。さあお気に入りのキネティックおばあちゃん、おばあちゃんってなんやねん、おばあちゃんってなんやねん、おばあちゃんをね守っていきますよ。グレポンだったらごめんなさい、さっきグレポンって言ってた気がするな自分、むちゃくちゃだな本当に。さあこっちからしっかりキルしていく。もう一人、これ絶対リスイチなんだよね。早速孤立した岡原ですよこれ。さあ逃げますよ、グラビティスパイク溜まってほしいなこれ。さあ味方が来てくれましたかね、なんだなんだなんだ、当たったね。コンカッションとかの当たり判定変わりましたよね、なんか上2つの点々になりましたもんねこれ。おーっと、このスライディングはうまいな、完全に分かってますね向こうも。あんまり長いするといけませんね、グラビティスパイクが溜まったところで味方についていきますよ。さああなたの護衛をしていきたいところなんだが、ちょっと待てよ、どこにいるんだ。さあカットしたのか、大丈夫か、よし君に決めた、ナイスナイスナイス、リザードン君に決めたって感じでね、リザードン君に決めます。やっちまったー、これいけない、しかもね単体行動じゃない、単独行動いけませんということでね、今回もねしっかりとキルしたいところなんですよこれ。さあこのね、あいいね、お気に入りが来たよ、もう誰だか分からないですよ、同じ顔ばっかり、みんな同じ顔でね、誰が誰だか分からない状況なんですけど、いるんじゃないかというね予想でね。さあカットしていく、オッケー。さあこっちからどっちから来るんだ、団体行動大事とはいえね、本当だったら味方が行ってないところに行くべきなんですよね、チームデスマッチって。味方が見てないところをしっかりカバーしていくっていうのがモットーですもんねこれ。ランチャーを出して、おい来ない、見てましょうか、味方やられたねこれ、後ろから撃たれるの覚悟で。さあガン見しますよ、あれいないいない、反転してる、怖いな。カット、おっと負けてしまった、いかんね、最近負け続きなんですよね、単独行動だし、しかも最後。さあラスキル見ていきましょう、やっぱりクーダパイセンいいですね、いいですね。クーダパイセンなんて言ったら某有名実況者さんと同じ呼び方になっちゃってね、パクリとか言われてもおかしくないんですけどね。うん、20の15か、またまた死にすぎてますねこれは。さあ今回ですね、チームプレイとか言いながら単独行動もちらほらあったところなんですが、これやっぱりチームデスマッチとか言いながらね、団体行動すべきじゃないですね、やっぱ単独行動が一番いいですね。まあこれはケースバイケースということで、ご視聴ね最後までどうもありがとうございました。以上岡原でございました。では終わりたいと思います、さよなら、バイバイ。